はい、こんにちは。今回は天才ボクサー対3階級制覇王者または4階級制覇王者によるスーパースター同士の一戦を紹介いたします。ロイ・ジョーンズ・ジュニアはボクシング史上最高の身体能力を持つ選手と言われております。重量級としては破格のスピードを生かした攻撃をしつつ、防御感にも長けており、腕を後ろに回してダッシュをかわしたり、試合中でも常に余裕を見せるのです。その身体能力はボクシング以外のスポーツにも優れ、ユナイテッド・ステイツ・バスケットボールリーグでプレーしたことがあるほどです。驚いたことに、バスケットボールの試合に出場した日にボクシングの試合をしたことがあるのです。一方、フェリックス・トリニダードはウェルター級時代に長期政権を築き、スーパーウェルター級、そしてミドル級と3階級を制覇します。その間、オスカー・デラホーヤやウィテカやウィリアム・ジョッピーなど名だたるボクサーに勝利したのです。ビッグ・トリニダード。ミドル級、スーパーミドル級、ライトヘビー級、ヘビー級と4階級にわたって王座に対冠した天才ボクサーロイと3階級制覇王者のトニー・ダードとの夢の対決が実現しました。天才のロイに対し、トニー・ダードは強い右ストレート、左フック、左アッパーをコンビネーションで打ち込む正統派タイプのハードパンチャーです。序盤はトリニダードのペースでしたが、中盤からロイがペースを握り、鉄壁のブロックで強打を防ぎ、速いパンチをどんどん入れて一方的な展開になっていきます。ペースを完全に握ったロイは第10ラウンドに速い左またはワンツーを繰り出し、2度目のダウンを奪うのです。元 IBF、WBO、WBC 世界フェザー級王者のナジム・ハメドは36戦全勝 31KO と無敵を誇っております。身長は160センチで体は大きくありませんが、凄まじい身体能力を生かした防御感とカウンターで相手を簡単に KO します。ノーガードという型破りなスタイルのハメドに対し、マルコ・アントニオ・バレラはガードを高く掲げ、左ジャブを中心に正統派で高度なボクシングテクニックで50戦以上のキャリアを誇ります。変幻自在のスタイルで全勝のハメドは正統派のメキシカンファイターによって完全に封じられ、
苦しい展開となっていきます。ジャブの差し合いで我らが優位に立ち、接近しても連打を上下に打ち込み、童顔の暗殺者が悪魔王子を完全に抑え込んでいきます。モントリオールオリンピックで金メダルを獲得したシュガー・レイ・レナードは、プロ入り後もスーパーエクスプレスと呼ばれたスピードを武器に、無敗のまま WBC 世界ウェルター級王者となりました。挑戦者ロベルト・デュランはライト級で12度防衛し、ライト級では歴代最強と言われ、2階級を上げてレナードに挑戦してまいりました。王者レナードは27戦全勝 18KO、 一方デュランは72勝 55KO1 敗。この一戦はカナダのモントリオールオリンピックスタジアムで開催されました。この会場は4年前レナードがオリンピックで金メダルを獲得した場所でした。スピードのレナードかパワーのデュランかと注目された対決は、デュランが持ち前の野性味を発揮し、序盤から荒々しく攻め立てます。スーパーエクスプレスレナードは後半に追い上げ、スピードの連打でデュランに迫ったのですが、パナマの英雄デュラン有利で15ラウンドが終了しました。この勝利にデュランの母国パナマは大熱狂し、大統領専用機でパナマに凱旋しました。しかし5ヶ月後の再戦でデュランは試合途中で戦いを放棄し、レナードに敗れ去りました。フリオ・セファール・チャベスはデビュー以来89連勝3階級制覇王者、1試合の観客動員数が13万人など輝かしい偉業を達成したメキシコの英雄です。対するヘクター・カマチョは速いフットワークと連打で同じく3階級を制覇しました。カマチョのスピードあふれるパンチがヒットしても、チャベスの頑丈で鉄の顎にダメージを与えることは至難の業です。中盤あたりからチャベスのプレッシャーが強くなり、カマチョはたびたびロープに詰まり、チャベスの強い上下の連打を浴び、徐々に自慢のフットワークの差がなくなっていきます。チャベスのボディ攻撃は非常に強烈で、上下を打ち分けるコンビネーションで多くの KO を築いてきましたが、カマチョもボディが効いてきて足が使えなくなりました。
チャベスは旺盛なスタミナを誇りますので、後半は手数が多く、最終ラウンドもカマチョを圧倒します。